こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの毛糸たち、見たことない色だなとか、この帯変わってるななんてお気づきの方いらっしゃるかと思います。なんとレーゲンバルト3です。今19、20、結構そこら辺まで出てると思いますが、なんとレーゲンバルト3の復刻版を寺井さんの方で発売されるということで、一足お先に手に入れさせていただいて、私が今日からコツコツ靴下を編んでみたいと思います。ということで、発売とほぼ同時に靴下がどんな感じかっていうのも皆さんにご覧に入れることができるし、私はその前に一つ一つ楽しみながら編めるなということで、編む前にチラッとどんな感じの糸かをお見せしておきたいと思います。いやー、レーゲンバルト昔のって、帯がちょっとこうなんか茶色い感じのだったんですね。で、復刻版だからかな、ここはカラフルでこんなつるんとした色の帯になっています。で、昔のってなんかこう、例えばこれとこれは同じこう色の変わり方だけど、これとは全然違いそうだなとか、なんかこう色の数がこれは2個っぽいけどこれいっぱいあるなとか、なんかそういうのがこう一定してないところがまた面白いというか、全体的にポップすぎないというか、落ち着いてるところもなんかいいねっていう。で、昔からあー、このモノクロとかはあったのねとか、メンズが編みやすそうな糸もあったし、ド派手な感じのシリーズもあったのかななんて思いながら、ちょっとこうやって並べるのも今日で、ちょっとね、こう一個ずつ編んじゃうので、あー、これもいいですね、いろんな色をね、あって楽しいなと思います。で、一個ずつは一つずつ編みながらなんていう名前かとか調べれたらちょっと説明していきたいなと思うんですが、まずはこの番号、あ、ここにね、その動物、あ、例えば蝶々をモチーフにして編んだ、あ、できた毛糸だよっていうのがありますね。いや、番号が若い、2034、こっちからですね。ちょっとピリピリして申し訳ない。これが2030、この鳥をモチーフにしているもの、これから一個ずつ編んでいきたいなと思っていますが、2031がオレンジっぽいので、2032が黄色と赤で、これが一番ポップな感じかな。2033、こっちはこう派手なシリーズで、こっちはこう、なんだろう、渋いのが好きな人用にもね、作ってあるんでしょうね。2034、2035が蝶々、2036も、2037、あ、こっちは全部蝶々か。これこんな感じで、これとこれね、近い感じがしますが、こっちがクリーム色と水色が入っています。で、モノトーン好きはこれ。メンズはこれって感じ。こっちは、お、全部鳥だ。面白い。ほら、こんな鳥とこんな鳥。あ、だからこっちが派手で、こっちがシックな感じなのかな。レーゲンバルト3です。ではこれを一個ずつ編んで説明していきたいと思います。さあ、皆さん、ここでどの色が一番好きかをライブじゃないけど、ここで、いや、チャットもできないけど、コメントに書いていただけたらなと思います。ではでは、一個ずつ今日から編んでいきたいと思います。オパール2030の靴下が仕上がりました。片っぽだけですが、3、4日朝1時間ぐらいずつで完成しました。今回はラップ&ターンが偶然途中から赤になったんですけど、こんな感じの糸です。で、ここ2センチぐらいにしました。私はこういうかすりの部分というか、ブツブツの部分がすごく好きです。で、肌色の部分があってね、面白いなと思いました。そこにもね、なんかこうポツポツポツと入ってるのがすごくレトロな感じです。で、今回ね、なんだろう、すごく糸が細いなーって思ったんですが、それはね、勘違いなのか、あと他のも編んでみて試してみたいなと思います。
細い糸でね、こう涼しい顔見たい時には最高かなと思います。でね、この肌色に緑と紺を合わせるっていうのもなんか日本らしいようでちょっとずれているようで、それもまた面白いなと思いました。残りね、いやほとんど残ってるように見えるんですけど、多分 66g は余ってると思うので、これで編むとしたらもう一個何を編もうかなんて思いながら編んでたんですけど、もうね、断然旅ソックスですね。このレトロな感じに合わせる、なんか親指を黒にしてもいいと思うし、こんなね朱色みたいなのが入っても面白いんじゃないかなと思います。で、このレーゲンバッド3は2007年、結構前のもので、でこの鳥の名前とかちょっと調べてみたかったんですけど、熱帯雨林のために、このね動物たちのために寄付されるということだったので、このモチーフになってる鳥をね、なんていう鳥かを調べたかったんですが見つかりませんでした。ただこれは邪悪なジェイコブみたいな意味だそうですジェイコブ、ヤコブっていう名前の鳥なのか、邪悪なジェイコブっていう名前の鳥なのか、それともこの鳥が邪悪なのかは分かりませんが、こんな意図でした。最初にね、シリーズの最初に持ってくるのにはもってこいな、なんかこうオーソドックスな感じの糸だったと思います。ではお次の糸はこちらです。なんか全く違うシリーズみたいですよね面白いですね。2031、こんな鳥、青と、オレンジという組み合わせなのでこうなってるんじゃないかなと思います。これを編んでいきたいと思います。2つ目、こちらの靴下も仕上がりました。オレンジとかグレーとか、この青というか紫っぽいのなんかの間にちょっとこうポツポツポツと入っていて、単色ではないなというところがオパールらしくって楽しかったです。この鳥について調べてみたんですが、ダンサーのオットーって出てきましたね。オットーという鳥なんでしょうかね。で、この毛糸玉をのちょっと太いくらい、 1.5 倍か2倍くらいのがこっちにこうね、ちょうど靴下編んだ時には来るかなと思います。で、こんな風に巻かれてるんじゃなくて、途中でこうねバッテンみたいになってるとこが中にあると思うんですけど、そことは同じような柄になるんじゃないかなと思って、で編んでて思ったのは、何が似合うかなと次編むとしたら帽子がいいんじゃないかなって思いました。ソックヤンには珍しく、ここの幅がちょっとね広い感じがしたので、まあ帽子になったらこれの半分くらいになって、これはこれくらいになっちゃうかなと思うんですけど、なんかこう男性でも女性でも合いそうなイメージで、帽子編んでみたいなと思いながら編みました。ということで2足目の靴下完成です。2個目か。で、3個目はこちら、2032、今度は黄色と黒とこんなくちばしを持った鳥で、またね和風な感じですよね。黒、白、黄色、赤の部分がかすりっぽくなっているものを使って編んでみたいと思います。3番目のこちらの毛糸の靴下はこんな感じで仕上がりました。この赤いかすりの部分がすごく好きで、こうパッと見ちょっと和風かななんて思ってたんですが、これももう一足足袋がいいのかななんて思ったんですが、ちょっと編んでる間に、あ、ドイツの国旗の色っぽいなーって思って、ブロークンジャックって言って、あの斜めに切り替えるものを見てみたいなと思ったんですよね。この幅も結構広めなので、三角形でこうね構成されてるものなんですけど、三角形を作りながら編んでいくもの、もしくは、私の稲妻ソックスって言って、ハートのつま先靴下の切り替えバージョン、ハートのつま先靴下を何回も繰り返してここにこう三角をこう作っていくものを、この赤とか黄色とか
この黒い部分とかでこう作っていったら面白いんじゃないかなって思いました。ジューンはふーって思ってたけど、そういうのもありかなと。で、履き口が赤で終わりました。3足目はこんな感じでした。今回のこの鳥はアントニアというみたいで、ここが名前なのか、官能的なアントニアと書いていました。で、レーゲンバルトについてもここで説明しておきたいと思います。3足目にして遅いですね。3個目か。レーゲンバルトっていうのは熱帯雨林という意味で、熱帯雨林のためにこの売り上げのね、何パーセントかは分かりませんが、が寄付されるということで、熱帯雨林をこう保つために使われている。で、すでに30万ユーロが寄付されていますというのがここに記されているようです。レンズというあのアプリで見てみました。もしレーゲンバルトに興味のある方は買うと、その利益がどこかの熱帯雨林になっているかもしれませんね。ではでは、4つ目はこちらの毛糸です。全然違いますよね。面白いですよね。これは全体的にこうかすりが入ってて、色がこうね、なんかこう濃さが一緒、オレンジ、赤、青というか紫という感じで、この濃いの薄いのとかっていうより、でもちょっと青が濃く見えてるかな、この紫の部分がね。こんな鳥で、鳥シリーズはこれで終わりなので、また調べたらお知らせしたいと思います。2033で、ずっとこのアディのソックロケッツで編んでるのですが、すごく早く編めるので、さすがソックロケッツという名前だけあります。ちょっとここが尖っているタイプです。 2.5 ミリ1号針の80センチのコードで、こちらも編んでいきたいと思います。4つ目、こちらの靴下はこんな風に仕上がりました。全体的にこうブツブツが入っていて、定期的な感じですね。この幅はだいたい一緒ですね。そこに白がちょびっと入ってたり、オレンジがこう何段か入ってたり、ここと同じ色が入っていたりします。でもこの赤は、この赤とは少し違う感じで、このオレンジと青も2個目のと似ているようで、深さが違うというか、この青もちょっと違ってて、同じシリーズなのに面白いなと思いました。で、これを編んでて思ったのは、もうちょっとあるとしたら何を編みたいか、いやー、ちょっと浮かんだのはこれだったんですよね。去年の冬に編んだフィヨルドっていう毛糸を単色と一緒に混ぜてこう作ったヨークの糸、ここの部分にこれが来たらもっと細くなっちゃうと思うけど、そしたら面白いんじゃないかなーなんて思って、で、セーターだとここの幅が狭くなっちゃうので、じゃあお人形さんとか、今ちょっとクマのぬいぐるみがあるので、クマのぬいぐるみのセーターとかを編んだら、これが綺麗に出てくれるのかなって思ったりしました。ちょうどかかとのところで色が変わったりして、ここをね、なんかいろんな色も出てきて、それもまた楽しいなと思います。今回、そうだ、この糸、この鳥はね、命知らずのカシミールって出てきました。カシミールデルドラウ、あれ、なんかドッペルゲンガーみたいな名前だったんですよね。で、カシミールが名前なのか、でも地方の名前のような気もするし、こういう鳥がカシミールっていう名前なのかがちょっと分かりませんでしたが、とてもかっこよかったです。これが一番ポップで、色相っていうのかな、色の濃さが一緒なので、使いやすいんじゃないかなと思います。優しい感じですよね。で、この糸、最初使い始める時にここにピロッと出てたんですよ、糸端が。で、他のもどうかなと思って調べてみたら、8個中もう1個だけ、つまり2本内側の糸がこんな風にちょっとピロッて出ていました。
そんな風にね発売してくれたら最高だなと。中細ってね中から出すのすごい大変ですもんね。でオパール毛糸は大抵こう糸端がどっちかにこう挟まってるので、もう片方こんな風にここにねこう巻きつけるので、なんだろう、棒の太さの分こう空いてるので、でこっからあでもなんか見えたような気がしたけどな、こっからこうねこの外側のはこうして出しておいて、なのでほらこれもこんな風になってるんですが、で内側からこう出す、あ次のを出してしまいましたね、という風にして使っています。帯も本当は出して結構大きくくるくるくるっとこうした方が中から出てくるのですが、これはちょっと時間がかかりそうなので、まあ、あ、大丈夫そうですね。こんな感じのです。次からは、こんな蝶々の色になってきます。これはオーソドックスな、日本でも見そうな、アゲハチョウっていうんですか、っぽい感じですね。それがね、こんなちょっと青も入ってね、かっこいい感じになっています。で、靴下、編んでる靴下の形についても知らせておきたいと思います。まん丸丸つま先にラッパーのターンで2目ゴム編みにしていますが、8目スタートで30目にして、で 17.5 センチまで手をこう置いてね、この指先ぐらいまでこう編んで、今これ側ハンガーに入れてるので縦にも横にも伸びてるんですが、でから、ラッパーのターン、ラップは10個にして、で後半は3目一度するものをして、でその後19センチ、あここからだ、19センチになるまで編んで、で28目に減らしながら2目ゴム編みを8段編んで伸びる伏せ止めという風に共通してやってみています。どんな風に違うかを後でこう並べてみたいなと思います。5個目のこの蝶々、甘党のリリーっていうのなんだそうですが、が仕上がりました。こんな感じでちょっと薄めの、あメンズか地味な感じの靴下が仕上がりました。私はこういうのが好きかなと、ジーンズとかに合わせたい感じですね。で、前のと違ってこうポツポツとかがはっきりしてない感じで、このラインとかもあるので、こういうのって例えばハッピースクラップ編みとか一段交互でね違う色と単色ととかはしない方がいいかなって編んでて思ったので、これはこれだけで編むといいんじゃないかなと思います。なので、次は同じような靴下をもう一個編んで、長い靴下なんかを仕上げたいかなと思います。あとするとしたら、この水色のところがとてもなんか分かりやすかったので、水色のところに来たらゴム編みをするとか、なんかこうレリーフ編みみたいな感じで水色のタイミングで何かするとか、この青のタイミングでもいいんだけどな、でもここがちょっと分かりづらいから水色かな、水色で何かするっていうのも楽しいんじゃないかなと思います。蝶々シリーズです。で次はね、次もね、蝶々なんですよね。あと3つ、蝶々が続いて、で、なんかこう、似てる感じもするけど、こっちの方がモノトーン。なんかシリーズに必ず1個モノトーンシリーズありますもんね。それがこれという感じです。で、2035、調べてみたら、無双かオスカーって書いてましたね。多分こっちが名前で、こっちが何だろう、性格を表してるのかななんて思います。甘党のリリーに無双化オスカー、ちょっと違いますもんね。でこっちが水色が入っているバージョンで、これで編んでいきたいと思います。こちらのモノトーンの靴下が仕上がりました。無双化オスカーだったかな。じゃーん、こんな感じで、姉がこれを一目で、あれゼブラじゃないみたいな、あの毛糸じゃないって言ってたんですが、ゼブラにも似てますね。ゼブラはソックブランケットでこんな感じで、これ引き返し編みして作ったので、ちょっとかかとに似てるかな。
白の部分がちょっとしなんかこうもうちょっと黄色っぽい感じで、黒はこっちの方がこうはっきりしてるという感じで、でここは引き返してるのでこんな感じで太いですが、それ以外はもっと細いで、全体的に黒が多い感じがしますね、この柄がね。でずっとこの繰り返しなので、なかなか本当のシマウマっぽく見えるんじゃないかな。あとね、裏が面白いんですよね。これはぜひね、裏編みを楽しむ靴下とか縦編みの靴下も編みたいし、これなんかブチに見えますよね。こんな感じでこっちが面白いなって思ったので、これをねもう一個編むとしたら裏編みを楽しむ靴下がいいんじゃないかなと思いました。で、これの安心なところは柄合わせをしなくても、どっから始めても左右ね同じ印象でいけるんじゃないかなと思います。いやー楽しい。もし今ゼブラが手に入らないなと、白黒のね気仙沼ゼブラ KFS さんのねが入らないなと思ったら、これを買うっていうのも手かもしれませんね。2035無双化オスカでした。で次なんですが、次はじゃーん、こちら2037、あれ、あ、1個飛ばしちゃった。ちょっと間に1個入ってますね。それ後で編みたいと思います。2037で、ここを調べたら、調べる前からちょっとなんとなくベロニカでワイルデって書いてて、ワイルド、あ、ベロニカザワイルドって出てきました。ザワイルドな野生的なベロニカというこの蝶々なんですが、で昨日ちょっとね編んじゃったんですよね。あ、似てるなーって思ってて、ちらっとお見せしますね。こんな感じでそっくりですよね、この部分がね。でじゃあ緑のゼブラなのかって言われるとそうじゃなくて、ゼブラはここ、あ、カラフルゼブラっていうのがあるけど、ここが色が違うんですもんね。でもタイミングとかはこっちと一緒っぽいです。全く一緒ではないっていうのがまた面白いなと思いました。これとこれの組み合わせもいいかなと思います。こちらの靴下も仕上げていきたいと思います。あ、その前に裏もお見せしようと思います。裏もこんな感じで、あ、でもこっちの裏の方が楽しいかな。これも編んでいきたいと思います。こちらのワイルドなベロニカ完成しました。じゃーん、こんな感じで、最初にその前に編んだこのゼブラっぽいものは黒だけど、こっちは緑の濃いのというか、黒にも近いかな。でも紺みたいな感じで、真っ黒よりもちょっと薄い感じに見えますね。で、緑、黄緑という感じでとってもかっこいいです。で、もう一足編むとしたら、これとこれを組み合わせた靴下を編んでみたいなと思います。ナティルマ編みっていうんですか、こっちとこっちこうね。ぐちゃぐちゃにしたい編んでみたり、左右このセットで履いてみたり、かっこいいんじゃないかなと思います。こっちは裏側がかっこいい感じで、こっちの裏側はこんな感じ。あ、でもかっこいいかもしれませんね。あ、裏側を楽しむ靴下でもいいと思います。これね、水通ししてきました。ではお次に編むのはこちらです。もう一番ね、エキゾチックというか、カラフルというか、いろんな振り幅がある色だなと思います。2036。で、ローサで、こっちがなんか甘いっていう意味らしいんですよ。で、ローサがね、ピンクっていう意味もあるらしくて、甘いピンクなのか、甘いローサなのかわかりませんが、こんな蝶々をモチーフに作られたものです。すごいですよね。このちょっと薄紫っぽいピンクがとっても素敵です。これを編んでいきたいと思います。じゃーん、こんな感じに仕上がりました。紫とか貼って、白も黒もあって、
一番ね、いろんな色があって楽しかったです。これぞオパールという感じじゃないですか。なんかかっこいい色もの組み合わせというか、でこの色の変わるところが結構はっきりしてたので、これをもう一個編むとしたら、ちょっとずらし目、滑り目とかしてこうずらしてね、このギザギザにしてみたりとかするの楽しそうだななんて思いました。ではでは、編んだものを勢ぞろいしてみたいと思います。これが2037のものですね。2037、じゃんじゃんじゃん。こちら4つは即ハンガーに入れております。そしてじゃん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 、という感じになりました。どうでしょうか、編み地。ちょっと同じように並べてみますね。じゃんじゃん楽しい全然違って面白いですね。これが一番チカチカ、何つぶつぶもないシリーズで、あー全部が見えない、全部が見えないんですが、こっから始まってね、こう編んできました。いやー寺井さんありがとうございます。レーゲンバルト3を全部編んでみました。いやー面白いですね、やっぱりオパールケイトのシリーズ。同じシリーズだけど、つぶつぶがあるのないのとか、色の振り幅がすごいのとか、同じような色とか、こことここなんかすごいそっくりだしね。こればっかり繰り返すのも面白いけど、いろんなのがあって、それでこそ熱帯雨林であるし、熱帯雨林を救うための毛糸でもあるんじゃないかなと思います。いろんな蝶々、こっちが蝶々シリーズで、こっからこっちが鳥シリーズでしたね。あ、なんかこう見てみると、こっちがやばい鳥っぽい感じもしますね。この蝶々面白いですね。一番なんかレーゲンバルト3を代表するとしたら、私はこれかな。和風なのはこれだしな。でもこういうのも面白いですよね。っていうレーゲンバルト3でした。皆さんならどんな靴下を見たいでしょうか。今度のライブでちょっとそんな話もして盛り上がってみたいなと思います。で、これを機にちょっと寺井さんとお話ししてみました。レーゲンバルト3は、レーゲンバルトの中でも一番古い記録に残っている毛糸なんじゃないかなということなので、もしかしたら一番古い毛糸、レーゲンバルトかもしれないですね。で、オパールの原点というかね、最初のピンクがこんな感じだったんじゃないかとかって、その記録を元にもう一回作ってみたというのがこちらのものです。そんなのを編むことができてとっても嬉しいです。で、まだ1個しか編んでないから、これあと2個ずつね、余ってるしね、何をどんな風に使うかを楽しみにしていきたいと思います。ではでは、最後に毛糸の方を並べてみたいと思います。あー、やっぱり壮観ですね。靴下で並んでるのもすごいけど、これもねワクワクしますね。何編んじゃいましょうかね。まだまだなんか中から使ったので、全然使ってないように見えていいですねということで、今日はレーゲンバルト3を全部靴下にしてみたという動画でした。もしね、これ編んでみたいという毛糸がありましたら、概要欄の方に貼っておくので、そちらの楽天ルームを貼れたら貼っておくので、よかったらそちらから購入してみてください。ということで、今日はレーゲンバルトシリーズでした。最後までご覧くださりどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。